はい、こんにちは。やっていきましょう。2-5、海水の働きっていう話なんだけど、あの海水も川とかも同じ、川と同じで、その侵食運搬、そして堆積を、するんですね。その話をしてみましょう。1番、海食作用。まあ、海水による侵食だね。海食害ですね。海食によってできる崖のことを言います。あのね、ここであまり例を出していくのね。三段ね。和歌山とか。和歌山。もうなんだ、白浜。になるのかな、ね、とか東尋坊って知ってるか、東尋坊、これは確か福井県かな。あの辺できるあの崖、海に沿った崖にできていることを海食害と言います。この波によって食われていくんだな。次ね、海食大と言いますが、これは、海食害が内陸に、凍ったした後に見られる、まあ、平らな地形ですよ。ね。まあ、それが海食害と言います。んで、次ね、海食洞。海食のためにできた洞窟のことですが、見たことある人はいるのかな？イタリアにあるね、あの、ナポリのね、カプリトッティ。洞窟ですね。海の中にある洞窟みたいなものですよ。ね、かというと天気がいいとその洞窟の中に入れるらしいんだけど、行きてえなあ、行きたりやなあ、行きてはい、行きますね。そういうのが海食洞です。確かに三段壁にもあったと思うんだよな、海食洞、洞窟がね、あったと思います。海食堆積台と言うんですが、これはこういう人とは違うんですね。海食台とは違って。波によって運ばれた堆積物によってできる、地形ですね。とか、引き波によって運搬された海底に堆積したでき、できた、平らな地形ですね。なんか地理みたいにね、まあいいやってるよ。はい、海岸断崖、これは周期的な地殻変動が原因ですね。これはあの次の話の
海進海退の話でも、やっていきますね。海進海退というのは、こうやってね、海進海退の話でやっていきますね。次いこうか。海水の堆積作用です。サシなんていうものがあります。サシの詩はあのくちばしって意味がある。あのそれのくちばしってある超難しいですよね。確かにこれ難しい字なのでこれはもうひらがなで、あとサスというものが出てきます。砂の中洲みたいな砂の巣ですね。あとね、型というものがこれ新潟の型だな。これがね、なんか刺すとかの話をしてない。なんかね、氷陸があったらこういう感じでできるんですよ。それがなんかすごい鳥のくちばしみたいになってね。そうですかこれはもうそういう感じで聞いてくれて構いませんので、あ、そうみたいな感じで聞いてください。で、この盤を塞いだ刺すの内側にできる浅い湖のことを言うんだけど、あの八郎がいる、聞いたことがある。確かこれは秋田だったかな。肩の上が難しいんだよ。秋田だっけね。あれは中は本当は湖なんだけど今埋め立たれてるかな。で今行くよ。陸系島というのがあります。これはあの一のことで陸と陸系の系というのがつながるという意味で陸とつながった島ですね。江ノ島とか、ね、あの神奈川県湘南にある江ノ島とか、リフケートですね。あとは海岸砂丘、もうこれはこれだけでいいです。鳥取砂丘とかね、あるね。日本で一番大きな砂漠ですか、鳥取砂丘ですね。行ってみたいなね、鳥取砂丘でした、はい。まあなんか地理のお話みたいな感じですね、はい。あ、で次は何だっけ。次はそうそうそう、これ海進海退のねお話をしていきましょうか。はい、じゃあ次の動画いきましょう。